私は椿ひとみと申します。大学生の頃に結構カフェギャラリーとかで絵の展示をしたりとかしたことがあって、カフェ自体が空間として面白い場所だなっていう印象があって、人が集まったりとかイベントができたりとか展示ができたりとかそういうのがあったので、カフェでちょっといつかやりつつ仕事を二分化してやりたいなっていうのがありました。そうですね、このコーチとカフェというお店が最初は株式会社、結構ちゃんとした会社経営の人が立ち上げて、でやっぱりあんまりうまくいかなかった、突然の飲食店だったのであんまりうまくいかなくて、まあどうにかしてくれっていうふうに入って、でまあがむしゃらにやってたらどうにかなって独立して今に至ります。で私に経営が切り替わるタイミングで家具も基本的に全てお返しして、新しくまた入れて、まあちょっと残ってるのもいくつかあるんですけど、あとはオーディオも返すことになって新しくしたりとか、棚も全てもう一回買い直して、ようやく今 3,4 年かけてちょっと形になってきたかなと思っていて、なるべく居心地よく過ごしてもらえるようなもの、あとは大量生産じゃないものを多分自分は選んでるなとは思っています。ちょっと一昔前の工夫されたものだったりとか、テーブル椅子だったりとかを集めていますね。結構こんなところにもあるお店なので、知らない人がふらふら歩いてくるっていうのは駅前にとかみたいにこうわーっと入ってくるっていうのは全然なくて、もうここのことを知って口コミで聞いてきてくれる方が多いので、もういいお客さんがいいとしか言えてないんですけど、すごく人のいいお客さんが多いですね。あとは趣味をすごく楽しまれている方が多いかもしれません。音楽だったり本だったり映画だったり、そういうのを持っている方がちょっと自分の時間を過ごしに来ることが多いかもしれないですね。やっぱなるべく一つ一つちゃんと作る、ちゃんと入れることは心がけています。料理もドリンクも、結構カフェだと今ドリンク簡易で出してるところ多いんですけど、ランチセットだからって安く適当に入れるのではなくて、しっかりと入れたものをご提供したいと思ってご用意しています。無駄なものを使ってないとか、添加物だとか、まあ野菜とかも自然農法のものを使ってるんですけど、なるべくそっち、なるべくナチュラルなものを使うようにはしています。ただまだやりきれてないところがあるので、そこは今調味料を自分たちで自家製をなるべく移行し始めたりとか、中身の方は少しずつ移行しているところです。コーストカフェのキッチンのスタッフの宇田川と言います。基本的にはすごい根本で言うと、自分が食べたいものっていうのを考えて、あとは季節感だったり他のカフェではお出ししてないだろうなって思うものを頭の中で構想して試作して、で椿オーナーに食べてもらってゴーが出ればそれでやるっていう感じですね。だから元々の根本は自分が外食をした時にこういうの出てきたらいいなみたいなものを、作ってます。やっぱり季節感も一応考えはするんですけども、今いちごが美味しい時期なのでいちごを使ったスイーツを考えようかなと思った時に、それでもなんか冷たいゼリーとかババロアみたいなのではなくて、あったかさを感じるような生地のショートケーキがいいなと思って、ただただのショートケーキやるんだったら普通にケーキ屋さんのものを買った方が絶対おいしいって言ったら変ですけど、プロが作っているので、それだったらコーツとならではの仕掛けをしようかなと思って今の春告げショートケーキっていうのを作りました。こういう型で穴が開いてるシフォン型っていうのがあるので、それをうまいこと使って仕掛けができるものっていうふうに考えて、でいちごだったりとかそういう春らしさを感じる果物をお客様に出した時には隠して、でカットした時に初めてその春がこぼれ出てくるようなものを作りたいっていうのは自分の着想なのかなと思ってます。あれはマローブルーというハーブが入っていて、それが最初青く発色するハーブなんですね。でもしばらくするとちょっと黄色に落ち着いてくるようなものになります。でも酸を入れる、レモン汁とかを入れるとちょっと赤くなったりとか、すごく色の変化が楽しめるハーブがブレンドされています。
嬉しいのはやっぱりお客様が美味しいっていうリアクションをしてくれることなんですけど、特に私はキッチンの中にいることが多いので、お客様の方から直に美味しかったですっていうふうに言ってもらえることはなかなかないんですよね、自分が出ていかない限り。でもそれをスタッフがきちんと受け取って、プレート美味しいって言ってくださいましたっていうふうにお客さんの反応を逃さず伝えてくれる、なんですかね、いいスタッフにも恵まれてるっていうのがすごくありがたいことだなって思ってますね。多分どこからがちゃんとなのかってことになるととっても難しいので、なので私たちは自分たちができる範囲のちゃんとを作って、しかもそれのマックスを日々勉強しながら積み重ねてどんどん良くしていく姿勢を残す持つようにはしています。なので2年前来た方からするとおそらくその内容も成長はしているだろうし、それを多分諦めたらどんどん落ちていっちゃうだろうなという考えはあります。やっぱりもっと内容、皆様の口に入るものを良くしていきたい、いいものをご提供したいのはずっと目標に抱えていて、あとはいつかは2店舗目を持ちたいっていうのはあります。私がやっぱり途中から入って独立した人間なので、カフェを新しくオープンするっていうところで少しちょっとコンプレックスに思っているところが あるので、なのでちょっとその立ち上げからのことをやってみたいっていうのがあります。あと畑を持ちたいです、はい、畑を持って自分たちで育てた野菜とかも使っていけたらなっていうのはずっと言っていることではあります。今みたいに結構お席が埋まってしまって、でも各お席で楽しそうに話をしてて、食事もドリンクも楽しんでて、その空間を楽しんでる方々がいっぱいいる中で、こっちからあ、すごく今カフェらしい時間だなっていうのを感じた時がすごい、あ、よかったなって思っています。